おうおうおう。すげえ、オラオラ系ですかね。騒がしい人が出てきましたね。さあ、ではセロハンテープ戦ですね。頑張っていきましょう。どうだろうね、ジャンプよりはハンマーの方がいいのかなみたいな、そんな風に思ってるんですが、とりあえず何かしら当ててみましょうか。キラキラハンマーでいきましょう。はい、怖っ。じゃああれかな、積極的に宝箱開けてった方がいいかな。よし、行きましょう。2連発で。はい。あら。そういうことね。反対側ね。オッケーオッケー。ただ半分いったね。フェイントあったな今。なんとかガードできましたが、なんとかしてね、そっち持ってきたいよね。これいけますかね。いけるね、よしよし。はい。今のところ大丈夫そうだけど、どうだろう。第二形態とかあるかな。とりあえず当てていこう。普通のハンマーでいいんじゃないか、むしろ。はい。やっぱありますよね。大よ。やばいものをつけてきましたね。装備してきましたね。突っ張りさんですね。張りまくり。
やっぱそういうことだよね、一緒に動いちゃうっていう、そういうあれだよね。うわ、そういうことね。じゃあ踏むのは問題ないのかな、この感じだとね。いや、これでいいのか。炎に弱い。なるほど。踏むのは大丈夫そう。持ち上げる。おお、なるほどなるほど、そういうことね。いいねいいね。うわー連続動きやば、張りまくりパート2が来ましたね。まあ、でもとりあえずは宝箱開けようかな、このターンはね。様子見ていいでしょう。やっぱ身を削って張ってますね、今見てたら。神様のあれみたいな。神様のね、技みたいですね。どうしよっかな、これ結構悩むな。とりあえず踏んどきたいっすもんね。しちゃえるか、むしろ。さあできるだけいきましょう。だいぶ削れたんじゃない。なんだなんだ、これいけるかな、どうだろう。回復して宝箱開けて、
お、いけるね。いいね、いいね。で、あの頻度的にもこれで良さそうな感じがする。なるほど、なるほど。ナイスファイアですね。これだいぶ楽になったな。足場もなんとかできた。これはもう素直に言っていいんじゃないかな。もうちょっとなんで。さあ行きましょう。どうかな。おーし、ありがとうございます。倒せましたね。ピオさんたち大丈夫なのかな。紙テープもやっちゃいましょう。さて、これで残りの紙テープはあと1本のはずですけど、最後の紙テープは一体どこにあるのかしら。想像もつきませんわね。どこでしょうね。あれがどこに繋がっているのか。上か。マリオさんのジャンプでも。神の光が一つに集まり極楽へと導く。そういう感じ。多分こうやってやっていけばいいのかな。
これで2つ目。で、3つ目。で、あとは氷神様ですかね。これで全部かな。何かが起こるはず。これで上に行くのかな。すげえ。行っちゃうか。キノピオタウン行こうかなとも思ったんですが、とりあえず行ってみよう。あら、ここどこ？とっても高いところまで登ってきたみたいですけど、真っ白でよくわかんないですわ。ただ、緑のテープはありますね。一応戻ることもできると。うわー、これはまたすごいところだ。楽しそうな看板。一応ね、こっちも見ましょうか。大丈夫そっかな。入ってみよう。天空スパーランド。これはまたすごいところだ。確かにキノピオさん白いですよね。わあ、色塗ってあげて。
スーパーマリン号だ。スーパーマリン、いえいえ、これはスパーマリン号と言います。なるほど、裏話気になります。なんかもう最初からぶっ飛んでますね、話が。え、そうだったの？いろいろと衝撃すぎるんだけど。温泉アミューズメントパーク、天空スパーランドへようこそいらっしゃいました。こちらでは心と体を癒す様々な温泉をゆったりとお楽しみいただけます。パラダイスですね。おー、1000コイン。ちょっと待ってください。こちらにもいらっしゃるんですよね。旅の時間あるんだ。じゃあ、よかったね。大丈夫そうだね。キノピオタウン戻れそうだ。クーちゃん。まさかのクーちゃん。ふーちゃんと来たら、てんくんですよね。よし、払うか。スタンプラリー、ありがとうございます。スタンプカード。天空スパーランドの温泉をめぐって全てのスタンプ集めよう。おー、楽しみです。とりあえずは旅の土管かな。ちょ、まあ溜まってないんですよね。どうですか。まあ、ある意味数々の試練を乗り越えてきたものなんですが、アイテムなんですが、よし、一度戻っちゃいましょう。それで、デクの山のところだったりとか、あと缶詰か、それやったらね、戻ってきましょう。大きな貝置いて、やはりか、キノピオさんいましたね。ありがとうございます。管理人さんか。お家に帰ってこれてよかった。パンイチでしたね。これでキノピオさん大丈夫なんだ。ってことはさ、帰ってきたよ。おう、帰れますよね。開けてみよう。開けちゃってよかったんだろうか。デクジー、ありがとうございます。で、お宝も大丈夫そう。でもデクジーの
フィギュアはデク G でしたね。あのデク兄じゃなくて、デク兄はデク兄であるのかな、どうなんだろう、わかんないけど、とりあえずあとはあれかな、缶詰いきましょっか。さあということで来ました、お願いします。さあマックスアップハートのプラス5ですね、ありがとうございます。これで180か。ありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。またツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。